岡市政だよりです。この時間は延岡市の企画制作でお送りします。それでは耳寄り市政情報です。今回は今年の延岡市の重大ニュースを経営政策課の渡辺義則さんに発表していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年も残り少なくなってきましたが、振り返ってみると様々なニュースがありましたね。そうですね、今年も様々な印象深いニュースがありました。そこで市民の皆さんにアンケートをお願いして、印象に残ったニュースを選んでいただき、得票数の多いものから2016あなたが選ぶ延岡重大ニュースを決定しました。皆さんも1年を振り返りながらご覧になってはいかがでしょうか。それでは10位の発表をお願いします。はい、10位は期日前投票所を新たに設置、投票率向上を目指す、選挙権年齢18歳以上に引き下げ。昨年6月、選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられました。この改正を受けて市選挙管理委員会では市内の高等学校などを訪問し、講話や模擬投票などを通して選挙の啓発を行いました。また今年7月の選挙ではイオン延岡店や九州保健福祉大学に新たに期日前投票所が設置されるなど、選挙や投票が大きく変わりました。選挙権年齢引き下げ後の歴史的な選挙でしたね。では9位から7位の発表をお願いします。はい、9位の発表です。合併10周年新延岡市。延岡市北方町北浦町が合併して今年で10周年を迎えました。この間東九州自動車道や北方延岡道路の整備が進み、また北方よっちみろ屋が道の駅に登録、さらに新清掃工場や火葬場などの生活関連施設が完成するなど、本市を取り巻く環境は大きく変化してきました。続いて8位は、長浜町に津波避難タワーが完成。進む災害に強い町づくり。今年8月、長浜町に津波避難タワーが完成しました。現在市では津波避難施設の整備を進めていますが、今後整備予定の熊野江町や二つ島町、トトロ地区が完成すれば、市内すべての特定津波避難困難地域が解消されることになります。今後も引き続き災害に強い町づくりを進めていきます。7位の発表です。登録目前、祖母傾き大久江ユネスコエコパークの国内推薦決定。祖母傾き大久江山系周辺地域のユネスコエコパーク国内推薦が決定し、ユネスコ本部に推薦書が提出されました。早ければ平成29年の夏には登録される予定です。登録されれば地域の自然や文化が世界に認められ、地域のブランド価値の向上や活性化が期待できます。では6位から4位の発表をお願いします。はい、6位は、延岡市と佐伯市が連携して東九州バスク化構想を推進。東九州バスク化構想とは、食の宝庫として世界中から注目されているフランスとスペインにまたがるバスク地方をヒントに、延岡佐伯両市が食をキーワードにその魅力向上を図り、新たな経済文化圏を目指す構想です。10月に開催されたエンジン02 in 延岡を皮切りに、今後も県境を超えた取り組みを強化し、また生産者、料理人、市民の皆さんと一緒になって人の流れと仕事を作る好循環を目指します。5
5位の発表です。いよいよ大詰め、延岡駅周辺整備事業、中心市街地のにぎわいを再び。中心市街地のにぎわいの拠点となる複合施設の指定管理者が7月に決定し、10月から建設工事も始まりました。これまで市民の皆さんから意見をいただき進めてきた延岡駅周辺整備もいよいよ大詰め。複合施設は平成29年度中の完成を目指します。4位の発表です。台風16号が猛威、北川町などで甚大な被害。9月20日、台風16号が上陸し、北川町では内水により住宅や介護施設が浸水するなど、市内各地で甚大な被害を受けました。激甚災害にも指定された今回の災害ですが、迅速な自主避難や日頃の備え、そしてこれまでのかさ上げ事業の効果もあり、幸い人的被害はありませんでした。ここまで10位から4位の発表がありましたが、記憶に新しいものばかりですね。さて、いよいよベスト3です。3位の発表をお願いします。はい、3位の発表です。延岡市ゆかりの選手たちはオリンピックで大活躍、感動をありがとう。8月に開催されたリオデジャネイロオリンピックでは、延岡市にゆかりのある6選手が大活躍。そのうち4選手が柔道と競泳でメダルを獲得しました。9月にはその活躍を祝して凱旋パレードを実施し、市民栄誉賞などの贈呈式も行われました。市全体が熱く盛り上がったオリンピック、感動をありがとう。選手のますますのご活躍を期待したいですね。では2位の発表をお願いします。はい、2位です。市民の皆さんの庁舎が完成、延岡市役所新庁舎グランドオープン。平成25年5月から建設を進めてきた延岡市役所新庁舎が10月に完成し、11月14日からは新庁舎での全ての業務がスタートしました。防災の拠点としての機能を持ち、利便性の高い、そして憩いの場として親しまれる市民の皆さんの庁舎が完成しました。多くの市民の皆さんが利用しやすい庁舎になりましたね。では1位の発表です。はい、今年の1位です。東九州自動車道、北九州市、延岡市、宮崎市までが全線開通。4月24日、椎田南インターチェンジから豊前インターチェンジまでが開通しました。この開通により北九州市から延岡市、そして宮崎市までが高速道路でつながったことになります。長年の悲願であった高速道路の開通は、産業や観光、救命救急などのさまざまな分野での波及効果が期待されます。今後も本市の魅力や資源を生かし、また佐伯市までの高速道路無料区間という大きなメリットを生かした広域的な連携を行い、市のさらなる活性化を目指します。この結果からも分かるように、本当に多くの皆さんが高速道路の開通を待ち望んでいたんですね。そうですね。今回紹介したニュースの他にもたくさんの出来事がありましたが、皆さんにとってはどのような1年だったでしょうか。新しい年も皆さんにとって良い年となりますよう心からお祈り申し上げます。今回は今年の延岡市の重大ニュースを経営政策課の渡辺義則さんに発表していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。この時間は延岡市の企画・政策で延岡市政だよりをお送りしました。